持ち上げて。Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回は2018年、去年ですね、の12月27日、28日に行われた、GK キャンプ。GK キャンプをちょっとテーマに、こんなものをやってみたいと思います。はい、GK キャンプ、マル秘裏話。はい、もちろんね、GK キャンプなんで、まあ、ゴールキーパー選手たちが、まあ、もちろん主役で、その子たちをね、2日間で、3回トレーニングがあるんですけれども、その中で、まあ、うまくしていくというような、キャンプです。で、今回の冬のキャンプに関しては、シュートストップをね、シュートを止めるっていう技術を小学生も中学生も、レベルアップしようということで、そういうメニューを一貫して作って、まあ、それをするためにね、妥協を許すな。っていうちょっと強めのね、テーマも、作って、キャンプをやりました。でもちろんキャンプの動画、その選手たちの動画っていうのは福岡ゴールキーパースクールの、YouTube チャンネルの方にも、あとはホームページの、まあ、レポートも出してあるので、まあ、そちらの方見てほしいなと思うんですが、ちょっと TGK はキーパーコーチなので、ちょっとキーパーコーチのね裏側っていうのちょっとお伝えしたいと思います。でキャンプをする前、今回がその中山ねコーチがその高校の選手権の帯同で東京の方に行ってたので、スタッフがね、私とあとは山沢コーチとあと井尻コーチとあとは、トレーナーの宮迫さんっていう方がいたんですけど、4人でね事前にねちょっとミーティングっていうのして、いろいろねキャンプの流れであったりとかメニューっていうの話し合ったりとかしてました。その様子がこちらです。で、2日目がどちらかというと、ダイビングです。あ、テーマはグランダーボールに対するプレー方向の改善。はあ、はいはい。一応まあ、イメージとしてはまあ、じゃあ手洗いうがい徹底させましょう。もうそれはもう絶対っすね。そうですね。今回もうだ結構自分がいっぱいいっぱいになっちゃう場面が多かったんで、その、はいはい、トレーニングの準備もしないといけない。一般で来る子たちの対応もしないといけないとか、はい、で氷も準備しないといけないとか、はい、いろいろあったんですけど、はい、まあ、そこは今回うまく振り分けてやっていければっていうところなんで、はい、でその部分でいっぱいこうちょっと仕事振って頼る部分っていうのは多分出てくると思うんですけど、はい、はい、そこは協力しながら、すいません、はい、お願いします。はい、でそういうふうな今みたいなね話し合いをして、あメニューこうした方がいいんじゃないかとか、シュートストップうまくするためにはこうした方がいいんじゃないか、こういう問題が起こりそうだからこういう案もこういうトレーニングも考えといた方がいいんじゃないかとか、そこまで本当に話し合っていろいろやっていくわけなんですね。で実際の、まあ、トレーニングをして、その夜なんですよ問題は。私の中で結構キャンプ、キーパーキャンプ、この前の冬のキーパーキャンプで何回目になるのかな、 1,2,3,4,5 回目のキャンプになるんですけど、毎回その楽しみにしてる時間がトレーニングとか、あ2つあるんですね。1つは食事を取った後に特別プレゼンっていうのをやるのが、まあ、恒例みたいな形になってるんですね。でその特別プレゼンもちょっと楽しみなんですけど、その食事とか全部スケジュールこなして終わった後の夜にですね、その日のキーパー練習の実際やったトレーニングの映像を見ながら反省会であったりとか、まあ、いろんなねキーパーの話、熱いトークが繰り広げられるわけなんですけど、今回はちょっとそこをねメインにご紹介したいと思います。ちょっと両方ね動画まとめてみたんでご覧ください。どうぞ。絶対前出せ。はい、前。そう。オッケー。で今ので、はい、書いて。前ね。前だ。一歩前出して。寄りすぎだよ。で膝を伸ばして。で構える。はい。前。肩前。前。もっと前。前前。はい。このまんま、はい、倒れる。オッケー。この形で。もう一回行こうか。移動から。構える。はい。はい、行くよ。よーい。はい。移動して。はい。でもキャッチどうやった？はい、手だけで取ったよね。それは腕
多分いつも言われてることだと思うけど、まだ意識できてないやつがいるからもう一回言うけど、はい、ほんで1、2、着地と同時に一歩踏む、踏んでたよね、もう一回。はい、ということでトレーニングが今終わりまして、男子チームの部屋に来てるんですけど、これから何があるんですか、山沢コーチ。これからですか。特別プレゼントです。何ですかそれ、何ですかそれ。 DGK こんなやってないですからね。特別プレゼント、はい、というのは、はい、選手の前で一発芸をしないといけないんですよ。なるほど。一発芸というか、まあ、一芸を。それは山沢コーチがやるんですか。いやいや、山沢コーチがやります。山沢コーチがやるんですか。いや、いじりコーチです。いじ、どっちがやるんですか。いじりコーチで。いじりコーチで、はい、いじりコーチ。あの、特別プレゼンは新人の登竜門として代々行われているようですが、ですね。なんかアイデアありますか。アイデア、ちょっと一人でやっていい。そうでしょ。 TT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 T
こう溶いてこの中に入れたら卵とじみたいな。そうそう、先に卵かけご飯の卵何先に割って入れとか、今お兄さんたちが火つけてくれよけん卵割ってから入れり。あ、じゃあまずは朝のティーを探してみようか。レモンティー。あー、眠たいな。あ、分かった。眠たいな。本当ですか？よかった、100T 妥協してなかったからいいと思う。本当に、はい、ということで、今回はお、この T シャツをT シャツね、 T シャツをあげたいと思います。こんな簡単やろ、みんなできんの逆に。いくよ、 T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 ならんだ。わけじゃないよね。俺本当に選手だからね。いや本当のリアルトーンでやって。リアルトーンで。リアルコーチ、リアル選手。もう一回、はい。見てます。ここで見てる。そこまで再現してやるんだぜ。私この前ここでダイビングしたからね。中山さんとやった時。なんかですね。ゴール。グランダ。はい。ちょっともう一回やってみて。もう一回。はい、わかりました。あ、すみません。もうすでにマシューになってます。OK、ストップ。今、さっき上から行ってたんだよね、ボールに対して。はい、まあ、ここがちょっと悪いんだけど、どこが悪いと思う？わかんない。今、上から行ったってことは、この肩、胸と膝がここ離れてるでしょ。ここ離れちゃうと、どうしてもこういう風に行かないといけないから上から行っちゃうね。だから、もっと早く、いくらしてそう。よし、じゃあもう一回やってみよう。コーチボール出すから、行くよ。せーの、そう、素晴らしい、ナイスキーパー。すげえ。使いません。じゃあやってみようか。今俺がデモンストレーションしたから、次お前が。
できたじゃん。まあ語彙力はまだ絶対ついてくるから。語彙力ね、うん、大事。で、なんかいい案ないですかっていじりくんに聞こうと思ってた。いじりはまだトレーニング目に考えたことないか。そうそう、ないから一個ぐらい考えてみないかなと思って、あえて分けてた。うん、今さ、こうこっから どこからついた足の。そう、そうだから止めれる。はい、いかがだったでしょうか。あの時にはもう全力でふざける、ふざけるというか、まあ、全力でお笑いを取りに行くというか、あのね、 TGK だから TT 兄弟みたいな、やらないですけどねやらないですけど、まあ、TT 兄弟みたいな、ああいうちょっとはっちゃけた部分もあり、だけどそんなコーチたちも実はああいうね、あの自分の指導力を上げるためにとか、自分のキーパー知識とかを、まあ、もっとね、あのはっきりさせて整理して、選手たちにどうやって教えていくか、選手たちをどうやってうまくしていくかっていうところで、ああいう話し合いとかもしてます。すごい熱いね、キーパートークが繰り広げられてます、いつもね、あの夜は。まあ、それが一つの楽しみであったり、コーチたちのそのギャップですよね。あの夜はあんなに真面目なのに、あんな食後にはっちゃけるんだみたいな、普段は見れない一面とかっていうのを見れるのもすごく楽しかったりします。でもちろんその 2日間っていう短い間なんですけど、選手のね、選手のやっぱり気持ち的な部分とか、あとは技術戦術的な部分で短期間なんですけどすごい変化が見られるのが、またキャンプの面白いところだなって毎回参加するたびに思ってます。はい、あの基本的にはね、春と夏ですね、あのキャンプやってるので、もしね機会がある人は県外からもね、あの全然来てもらっても、スクール生以外もね、よく参加するトレーニング、あのキーパーキャンプになってるので、ぜひね、あの機会があれば動画見てるあなたもぜひ参加してみてはいかがでしょうか。はい、あの面白いけど、面白くてすごくキーパーの、あのキーパーの指導にね、本気で熱いコーチたちが、あのみんなのことを指導しますんで、ぜひね、あの来てほしいと思います。はい、では今日の TGK ライトアップ TV はここまで。また見てください。チャンネル登録もお願いします。バイバイ。